菅田翔明、石原さとみ、モデルプレス女優の石原さとみが主演を務める日本テレビ系ドラマ、地味にすごい、高悦がある川野悦子、毎週水曜夜10時からの第6話が10日、放送。高悦部で奮闘する川野悦子、石原、に、作家志望の大学生折原由紀と、菅田翔明、が告白をするシーンが描かれた。同作は、宮城綾子氏の同名小説シリーズが原作。ファッション編集者を目指し、出版社に入社するも、原稿の間違いや矛盾点疑問点を指摘する地味な、高悦部に配属されたヒロイン川野悦子が、ド派手ファッションという戦闘服に身を包み、作家に直接会いに行ってしまったり、事実、確認のために取材現場に乗り込んだりと奮闘する様を描いた物語。ドストライクなイケメン、ユキトに思いを寄せる悦子だったが、家賃が払えず、らしい、編集部に勤める悦子の後輩森尾の家に間借りしていることを知り、動揺する。そして、ユキトの思考を理解するために彼を尾行。ゲートボールやスナックでカラオケ、子供たちと公園で腕相撲大会など理解不能な行動を目撃し、ますます困惑する。しかし、ユキトのその不可思議な行動は、すべて作家として良い作品を生み出そうと思い悩んでのことだった。そんな時、悦子が高悦を担当することになった、月刊子供のベルの作品を土壇場で差し替えるハプニングが発生し、ユキトとのデートをドタキャンし、徹夜で作業をすることに。差し入れを持ってきたユキトは、不利な状況でも諦めず必死に立ち向かう悦子の姿に刺激を受ける。徹夜明けの帰り道、ユキトは、よかったよ。えっちゃんが働いてるとこ見られて、やっぱりえっちゃんは思ってた通りの人だった、と思いを伝え、えっちゃん。ああ、今更だけど、俺えっちゃんのことが好きだよ。大好きだよ、とストレートに告白。悦子が驚きの表情を浮かべるシーンでエンディングを迎えた。直球告白に反響、ユキトくんがタイプすぎる、破壊力やばい、ネット上では、あんな告白されたらフリーズしそう、菅田翔明の告白最高です、ありがとうございます、ユキトくんがタイプすぎる、と直球告白の破壊力やばいよ、など大きな反響を呼んでいる。